シークドゥントメイクドで彼女は都合がつく。クドゥント見たら家庭法じゃないかってまず考えますよね。でもし家庭法であるならば、クドゥントに原型来てるから、これ何ですか、家庭法過去、家庭法過去完了、どっち、家庭法過去だよね。で家庭法過去っていつの妄想でした、今の妄想ですよね。つまり、まあ、今の話としときましょうか。ところがここでウッドハブラブド、どう考えたってこれ 100% 家庭法過去完了ですよね。家庭法過去完了っていつの妄想、過去の妄想ですよね。そうするとここで時制前兆の上がる、これを家庭法って考えると、今の話になって急に過去の話が来てるわけさ。そうするとどっちが違う、これだって譲れないわけだから、となるとこの家庭法過去って考えた予想が崩れるわけですよね。だからこれただの過去の話です。だからこのクッドはこれ仮定法じゃなくてただの過去形なんですよ。すなわちできたって訳さなきゃいけないわけ。